皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学空間図形の1回目、今回はいろいろな立体ということで、立体の名前とその特徴、後半では投影図、これについてお話しします。ここに6つの立体が書いてあります。立体のことを空間図形、このように言います。上の3つは柱のような形をしていますよね。この柱のような形、これを何とか柱と呼びます。柱という字を使って何とか柱って言うんですね。そしてこの何とか柱というのは底面が2つあります。ここでも底面が2つありますね、2つあります。この底面、形は合同、全く同じで平行の位置関係になっています。それから横の面、この面ですね、この面のことを側面、このように言います。あの形、底面の形は三角形をしていますよね。下も全く同じ三角形、合同な三角形、そして位置関係は平行ということです。底面の形が三角形なので、これは三角柱と、こういう名前がついています。こちら2の方は底面の形四角形です。上と下に底面2つあって、全く同じ合同な形、位置関係は平行です。底面の形が四角なので、これは四角柱です。そして底面の形は円になっています。上も下も合同な全く同じ形の円です。位置関係は平行です。この形、底面が円なので円柱、こうなっています。さて、下の3つ、底面が1つあって上に尖っていますよね。このような形をなんとか錐と呼びますね。で、一番上の部分、これを頂点と言います。下が底面ですね。底面は一つです。これ底面の形が三角形なので、絵の立体、これは三角錐とこう呼びます。おは底面の形が四角形なので、これは四角錐ですね。ちょっと変になっちゃったんで、ちょっと書き直しますね。角という字ですね。四角錐。そして下は底面の形が円なので円錐と、こうなります。このようになんとか柱とかなんとか錐、これは底面の形で名前が決まるんですね。そして平面だけで囲まれている立体、平面というのは平らな面ですね、これだけで囲まれている立体、これを多面体と、こう呼ぶので、この多面体という言葉も覚えておきましょう。この図の中で多面体ね、平面だけで囲まれているのは三角柱、四角柱、三角錐、四角錐、このようになりますね。では次は投影図の説明に移ります。立体を正面と真上から見た形で表した図、これを投影図と言います。投影図は投げるという字ですね。で、影ですね。ずっと正面から見た形、真上から見た形、これで表した図、これが投影図です。これは簡単に言ったら、正面から光を当てて、その後ろにできた影の形、真上から光を当てて下にできた影の形、で投影図の絵って影ですよね。その影の形を描くと思ってください。ですからここに三角柱があります。
こちらが正面でこちらが真上だとしたら、まず正面から見たらどんな影ができるかなと、正面から光を当てたらどんな影ができるかなって、正面から後ろにどんな影ができるかなって言ったら、これ長方形の影ができますよね。ですから正面から光を当てると長方形の影ができるので、こんな形になります。真上から光を当てると下にどんな形の影ができるかというと、三角形ですけど幅は同じなので、この幅で三角形ができるはずですよね。こんな影ができると思います。この時こちらから光を当てた時、ここの部分の辺がありますよね。上から見たらここから伸びている辺ですけれど、つまりここの図の中には後ろにもう一つ辺があるので、見えない部分、ここから言って見えない部分ですね、ここに見えない部分を点線で書いてください、ね、これが投影図です。幅は同じですよね。正面から光を当てたら長方形の影ができる、真上から光を当てると三角形の影ができると、そして見えない部分は点線で表すと、こうやって書いたのは投影図です。そして正面から見た図、これを立面図と言います。立った状態ですからね、立面図と。真上から見た図、これは平らな面に映るので平面図と、真下の平らなところに映るので平面図と、このように言います。この図だとこちらの部分が立面図と、真上から光を当てて下にできたこの三角形、これが平面図と。こうなりますよね。そしてこの点線のこと、見える部分は実線、見えている部分はこうやってね、普通の線で書きます。でも見えない部分、これはここに書いてあるように点線でしっかり書いてください。点線で書いてください。こうやって書いたもの、これが投影図です。今回はいろいろな立体ということで、立体の名前と特徴、それから投影図についてお話ししました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。